ハートロッカーは、キャスリン・ビグロー監督による2008年のアメリカ映画。イラクを舞台としたアメリカ軍爆弾処理班を描いた戦争アクション。2008年のベネツィア国際映画祭、トロント国際映画祭で上映。第82回アカデミー賞では9部門にノミネートされ、作品賞、監督賞、オリジナル脚本賞、編集賞、音響効果賞。 六音賞の六部門で受賞した。タイトルは、アメリカ軍のスラングで、苦痛の極限地帯、寒桜家を意味する。イラク戦争中の2004年、バグダッド郊外。アメリカ軍の危険物処理班は、路上に仕掛けられた即席爆発装置と呼ばれる爆弾の解体、爆破の作業を進めていた。だが、準備が完了し彼らが退避しようとしたその時、突如爆発を起こす。 罠にかかり殉職した隊員に代わり、新たな命知らずのウィリアム・ジェームズ軍曹が送り込まれてきた。安全対策も行わず、まるで死を恐れないかのように振る舞う彼を補佐する、サンボーン軍曹とエルドリッジ技術兵は徐々に不安を募らせていく。虚勢を張る、ただの命知らずなのか、勇敢なプロフェッショナルなのか。彼らの不安とは、関わりなく、地獄の炎天下で、 処理班と姿なき爆弾魔との壮絶な死闘が続く。カッコ内は日本語、吹き替えカメラは低予算のため、スーパー16ミリカメラが使用され、同時に4台以上のカメラで撮影するスタイルを取り、その結果、撮影されたフィルムは200時間に及んだという。俳優たちは、実際にアメリカ軍の軍事訓練を受けて、撮影に臨んでいる。また、 通常のハリウッドの撮影条件とは違い、誰一人個人用のバスルームや空調の整ったトレーラーは与えられなかったという、制作費は約16億円。撮影は2007年、クウェートとヨルダンのアンマンで行われた。治安面から当初はモロッコで撮影する段取りもされていたが、監督の判断で物語の舞台に近い中東で撮影された。 撮影場所によっては、イラク国境からわずか3マイルの場所だった時もある。音楽に、ハンブッシュで知られる、インダストリアルロックバンド、ミニストリーが3曲提供している。制作者の一人、ニコラ・シャルティエが、アカデミー賞の投票権を持つ、映画芸術科学アカデミーの会員に、電子メールで投票を呼びかけるなどの不正行為を、行い同士のアカデミー賞受賞式への出席は、禁止された。 アカデミー賞受賞式直前には、イラク戦争でアメリカ陸軍の爆破物処理班に所属していた総長がモデルは自分であるとして訴えを起こした。弁護士によれば、作中で主人公が使うコールサイン、ブラスターワニや映画のタイトルは総長が考えた言葉だと主張している。ポール・リークホフは戦争をわかりやすく伝えようとしているが、経験者の私たちは、 あまりの不正確さにうんざりしてしまう。調査不足というだけでなく、端的に言えば、米軍への敬意に欠けていると、この映画に対して不満を述べている。ゲイツ元国防長官は、公表したが、2010年時点で現役のイヤド、チーム兵士の意見は異なる。また、国防総省は当初、撮影に協力し、現場にトットブレスシール中佐を送ることになっていたが、 問題が発覚したため中止になったという、ありがとうございます。